グランドハイエースは、トヨタ自動車が生産、販売していた3ナンバーサイズの、ステーションワゴン型ミニバンである。グランビアのマイナーチェンジと同時に、姉妹車として登場。ただし、社名にハイエースとあるが、これは販売チャンネルである、トヨペット店の代表的車両である、ハイエースから名を取っただけで、日本仕様のハイエースをベースにしているわけではない。グランビアと同様、 欧州の衝突安全基準を満たすためにセミキャブオーバー化された欧州仕様のハイエースとメカニズムの大部分を共用する。グランビアとはフロントグリルとリアコンビネーションランプのデザインが違うだけで基本的には同じ車である。また最上級モデルとしてふさわしい高級感を出すため同じトヨタブランドのセダンで一般的には 最上級であるクラウンに通ずるメッキ加飾を多用した大型グリルでトヨタミニバンシリーズにおいてのクラウン的ポジションを起とした。そのためか見た目の印象はグランビアは元より押し出し感もより強い。また6年ぶりに復活したハイエースシリーズのエンブレムが中央に装着されている。CM はビッグスケールワゴン。 何もかもがグランドだというキャッチコピーのもと、CM ソングは、上条恒彦の誰かが風の中で、が使用された。また、欧州向けグランビアのロングボディをベースとするグランドハイエース特装車も存在した。こちらは、ロールーフとハイルーフが設定されており、主に消防指揮者や日本 RV 協会加盟のビルダー向けに、キャンピングベース車として供給された。ボディを、 B ピラー以降を取り払い、代わりに専用ボディを仮装したキャンパーも多く見られた。トラックベースキャブオーバー車を、もろもろの理由で望まない、キャンピングカービルダー、愛好家の指示を受けた。搭載されるエンジンは 3000cc のサイチェシー、インタークーラーディーゼルターボと 3400ccv、6DOHC。なお、キャンパー特装車は 5VZFE 型のみの設定である。 グランドは、英語で、大きい、偉大なの意味。ハイエースの語源は、トヨエースから由来したもので英語で、高級な、より優れたという意味のハイとエースの合成語。ありがとうございます。